2009年だと思います、はい、覚えてます。初めて出たレースなので、はい、ただその時僕が走るたびに雨が降るみたいな感じだったんで、初めて 走ったらスリックタイヤで出てって雨降ったとか、そういうことだったのでよく覚えてます、はい。まあ、めちゃめちゃ緊張しましたけど、やっぱり当時まだ僕10代だったので、先輩たちと組ませてもらってすごい緊張はしたんですけど、やっぱりでも憧れてた舞台だったので、そこで走らせてもらえるっていうことに対して感謝もあったし、嬉しかった気持ちも覚えてますね、はい。まあでも毎年毎年全部記憶にはありますし覚えてはいるんですけど、やっぱりでも僕の中で8歳は悔しい思い出ばっかりなので、なかなかこう思うような成績を残せたっていう記憶はあまり自分の中ではなくて、まあ、表彰台も上ったことがないですし、100% 満足できたレースっていうのは今まで僕の中ではないので、まあ、今年の8体が自分の中で一番、記憶に残せるようなそんなレースができるようにしたいなと思ってます、まあ、自信を持って迎えたいですよね。手応えを掴んでこれならいけるっていう、そういう状態で、まあ、ライダー3人いるので3人でこう雰囲気よく、チーム全体が雰囲気良くなるような、全員が手応えを持って日曜日の朝を迎えられるようにしたいと思ってます。まあ、今回もドミニクと BJ と世界選手権でトップを争っている2人なので、彼らから学ぶことっていうのはすごく多いですし、まあ、それぞれ、自分の中で一つ一つ積み重ねていって自分のスキルにつなげていければとは思ってます。まあ、子供の時から憧れて見てた舞台なので、やっぱりここで、まず一度勝ってみたいっていうのは本当に子供の時から思ってた憧れの舞台なので、まあ、それが狙えるチャンスを今年はいただいたと思うので、まあ、そのチャンスを生かすために頑張りたいと思います。